エルの絵本、笛吹き男とパレード。なんか家ってあれだよね、多いよねエリシオン多いね。罪もなき囚人たちよ、我らはこの世界という鎖から解き放たれた。来る者は拒まないが、去る者は決して許さない。黄昏の壮烈楽園パレードへようこそ。パレードはどこまでも続いてゆく。世界の果てを目指して、戦闘で仮面の男が笛を吹く。沈む夕日に背を向く。我らはこの世界という鎖から解き放たれた。来る者は拒まないが、去る者は決して許さない。かりそめの終焉、楽園パレードへようこそ。パレードはどこまでも続いてゆく。世界の果てを目指して、燃えるような赤い髪の女が踊る。沈む夕日を背に受けて、ならパレードはどこまでも続いてゆく。世界の果てを目指して、黒い首つりピエロのタトゥーが笑う。あの笛の音に合わせて、心に深い闇を買った者にとって、逆らえない魔性の音。笛の音にいざなわれ、一人また一人少女。例えば歪んだ真珠の乙女。例えば収穫を誤った娘。例えば妹を犠牲にされた姉。例えば星屑に踊らされた女。誰も仮面の男アビスからは逃げられない。ごきげんよう、かわいそうなお嬢さん、楽園パレードへようこそ。